はい、どうも、タクタクです。第K の世界やっていきたいと思います。前回すげえ状況で終わったのでは？なんか第2章みたいなの始まったみたいな。なんか後ろの人が多分主人公。さあやっていきましょう。年齢17歳。クミちゃんの一つ上っていうことだから、あの男性が先輩なのかとかなんかいろいろ考えちゃいますけども、行きましょう。男性なのか、そもそも。後ろ姿だけ見て判断するのはあれだが。でもなんか、あれ、ニュースでは、男女みたいなこと言ってたよね。どこだここは、真珠みたいな。どうしてここにいる。何も思い出せない。外の空気を吸うか。なるほどね。お前誰やマジで。飛び箱だ。3段までなら飛べる。いやいや低すぎだろ。5段ぐらい飛べるやろ普通。どんな飛べなくても。3段しか飛べない。まあ、外の空気吸ってくればいいのかなこれ。まあ、飛び方なんかまあいいよ。もう飛び箱の話はもういい。やけに冷えるな。だけど少し気持ちは落ち着いた。ここは学校か？なんてまたこんなところに。頭が痛い。少し歩くか。まあ、低すぎてもね、飛びづらいっていう話もありますよね、飛び箱は。もう飛び箱の話言っても。さ。いいのかな？あ、ちなみに、こっちの方は出られない。鍵がかかってる。ここは？あ、鍵がかかってる。まあなんか、あの、ね、もうちょっと本がある。読もう。日記を取り上げると、あ、これ同じことだよ、この。うん。同じこと書いてるね。まあここがさっきと同じというか、前回と同じ世界であれば、うんうん。あ、こっちはダメ。ってことは教室に行けるってこと？なるほどね。だからこっち行けなかったのねっていうことが納得できました。ラフでしまう方が楽なこともある。確かに。それはちょっと俺もわかるな。知らなかった方がいいこととかね。結構世の中にはありますよね。この教室入りそうだ。ぐっちゃぐちゃ！なんかあったんか？教室。散らかってるな。あんまり長いはしたくない。うん。数学のノート。なぜ？木が邪魔で通れない。何か道具が。道具？うん。電話ボックスが教室内にあるんだけど。どういうこと？道具がないとダメってこと？なんだろう。木を切る道具？上は？うん。この中に何か入ってるのかな？ノコギリとか。スコップ？あ、スコップ！あ、なぜか土がついてる！なぜか土がついている！ってなんかコメント出てた気がする。で、これで、スコップで、エイヤーってすんのかな？はい。なるほどね。掘って、いや、木を掘ってどかすってのもなかなかな。あれですけど。これ電話ボックス関係してんじゃねこれ。ここも気になるけど。日記の切らし、読もう。こんなところに人がいるなんて珍しいね。入部会？ここは音楽部の教室だよ。って言っても、僕一人が勝手に使っているだけだけどね。え、それを触らせろって？壊さないでくれよ。うわ、ひでえ音。僕はずっと弾いてきているからね。体感でね。太鼓？それ、ティンパ。いや、単体じゃ、じゃ、合わないだろう。ははは。君は面白い人だね。なんだろう、やっぱ彼女との思い出。公衆電話だ。小銭を持ってないから電話かけられない。電話かけれるとこあんのかな？黒板用三角定規。使い勝手は悪そう。先生、これも悪戦苦闘しながら使ってるよね。で、なんかたまに、あれだよね。調子に乗った、生徒が使うと、これでなんか縦にしたりとかして。なんかいろんな用途で使うね。なぜだろう？頭がひどく痛む。気分が悪い。休める場所。休める場所。休める場所を求めて。休める場所は、もうこれ決まって、上に行けるのかな？ここまで行けないよね。そうだよね。休める場所でピンとくるということは、私はここだと思いますよ。はい。なぜだかとっても疲れた。まるで一日中歩き回った後のような気分だ。何か大事なことを忘れているような。あんまり、思い出したくない。どっか暗くて狭いところに。だからそこ入ったんか。この中落ち着く。体を丸めて自分しかいない世界。この大気の世界だけが自分の落ち着けるスペースだ。だから大気の世界。真っ暗でと、真っ暗で、時の流れも忘れられるかな。何もかも。自分がここにいることさえも。
ガタッ、ここは人の声だ。どうしよう、近づいてくる。落ち着け落ち着け。落ち着いて隙間から外の様子を。ふんふん。この時にクミちゃんが来るわけですね。うわ、あ、顔柄が出た。驚くよ、そんなとこから出てきたら。名前クミ、クミエニシよ。あ、こんな感じでコミュニケーション取ってたんですか、クミちゃんは。主人公だからなんかやっぱ喋んないキャラのね、ドラゴンクエストスタイルですよ、だから。なんだけど、聞く側になるとちゃんと聞こえるという。あなたの名前は？問箱星人？何よ、それ。まあいいわ。それで問箱星人さんはいつからここに？真面目に答える気はなさそうね。え、覚えていない？そんなのを被ってるから暗い気持ちになってるんじゃない？撮ってみたら、不細工でも私は笑わないわよ。その時じゃない、その時じゃないね。まあいいわ。私はこの辺を探索してしに行ってくる。あなたも一緒に来る。そう、何か見つかったら教えるわ。かわいいな、クミちゃん。さすがに、飛び箱星人はないか。いや、俺は、飛び箱星人好きだけどな。待てよ。彼女が探索に行くってことは、もしかしてあの日記を見られるんじゃ。なぜだか嫌な予感がする。仕方ない、先回りするか。もし鉢合わせでびっくりさせてもかわいそうだから、これは被っておこう。びっくりするような顔なのかな。顔面ぐしゃぐしゃみたいなことなんか。頭から落ちて、みたいな。言ってたからな。顔面がもうぐしゃぐしゃなのかもしれない。そういうことかもしれん。命は取り留めたけど、みたいなね。多分そういうニュアンスでしょうね、多分ね。先回り。ってことは先に2階に行かなきゃいけないってことだね、これはね。本がある、読む。はい。これ関係ないのかな？うん。こっちに行ける感じはしない、やっぱり。こっちか。先回りしなきゃいけないっていうのかな？この、うん。OK。この世界を傷つけてはならない。この世界から出てはいけない。この世界を受け入れなければならない。この閉じこもった世界に。うん。好みの会話だ。おー、何ここ。え、教室じゃなくて病院、あ、なるほどね。問箱星人17歳。問箱星人になってる、正式に。薬がたくさん並んでいる。うん。これなんだろう、学校の人学生じゃないのかな、関係ない、ここまで調べといてあれだけど。関係ないね。レントゲンみたいなのあるけど。ゴミ箱。中には何もない。電話だ。かける相手はいない。小銭用じゃ、あ、なんか鍵みたいなのあっちに落ちてんの。手のレントゲンだ。手のレントゲンでよかった。ちょっとよからぬことを思ってたから。こう。赤毛。あ、なんかさ、ベッドの下になんかあるように見えるのは俺だけ。でもいけねえんだよな、ここ。ああ、いけ。ほら、これ、これ、これ、下。ほら！でも。もう医者から聞いたんだろう。手が動かなくなるんだってさ。もうじきバイオリンもピアノも弾けな、何も弾けなくなる。今日は帰ってくれないか。一人になりたいんだ。うん。音楽部。もう読んだからな、もう日記はな。これちょっと一回またセーブ挟みつつ。この人形が気になってしょうがない。なんだこの世界は。何か忘れているような大事なことを。そろそろ戻らないとクミさんが帰ってくるかもしれない。クミちゃん、なかなかクミちゃんっていう名前の女の子てか人生で会ったことないな。落ち着く。少し分かってきた。この世界は僕の精神世界だ。まだ記憶がぐちゃぐちゃだけど、冷静になればなるほど恐怖が襲ってくる。演じなければクミさんが心配しないように、不安にならないように。ミクちゃんならね、よく見ますけど、なんでクミさんの心配を彼女と初対面なはずなのに。考えるな、考えるな。もしミクちゃんとクミちゃんが友達なら、ミククミちゃんだ。いいな、なんかそれ、なんか勝手な妄想を膨らませ始めてる。ゲームのストーリーの最中。あっせ、
いや、オッスとかって言ってくる女の子可愛すぎませんか？家庭科室があったよ。水があった。直飲みはいつぶりだろうね。喉乾いてた。外、ダメダメ。ダメダメ。柵は高いし、鍵も閉まってる。完全に閉じ込められたわ。校舎の中に鍵がある？また行くのかな？おしゃべり？ダメダメ。私、コミュ障だから、めっちゃ喋ってるじゃん。もう少し探検してくるね。必要なものもある。自分で取りに行きな。気分転換になるよ。全然コミュ障じゃないですけどね。家庭科室なんてあったか？もしかしたら彼女の見ている校舎と僕の見ている校舎は違うのかもしれない。ね、違うね。だったら焦って探索する必要もなかったかな。もやもやが止まらないし探しに行くか。残りの記憶のヒントを。なるほどね。問い箱成人17歳。ここは空いてる。空いてない。うん。まあ3階に行くんでしょうね。3階に行こう。これも読んでおこう。鍵があればどこでも行ける。うん、忘れられた場所、思い出したくない場所、禁じられた場所、それらに行く権利を与えられる。ここね。ここは入れないね。まあさ、最後かな。何にも書いていない。この絵の価値わかんない、はい、真っ白なキャンパス。お、鍵が閉まっていて入れない。お、まさか上だけ行けるとか。あー、ダメか。へえ、行けないね。行けるようになってるとか。やっぱ行けないよね。うん。へえ、土が乾いている。もう一回入ってみる。いや、なんかやっぱあの鍵みたいな、よく見たら鍵穴がある。うん？鍵穴？あっちに鍵が落ちてるけど。え、いけないわけこれ。いけないの？なんかないのかな。どっかちょっと一回戻りますか、教室下。あ、これは何かをくっつけるに使えそう。もうここ調べたの。ここはもう関係ないんだ。こういうとことか関係ないのかな。ここは関係ない。もう何もない。お、意外とあれですね。まあ、ダメね。いや、読みません。校舎の地図、空き部屋。あれ、なんか逆に何年生の教室になってる。右が俺が見た時と違う。俺じゃクミちゃんで見た時と違うわ。うん、一回戻ってみっか。これこういうとこにない今、必要ないか。こっちダメね。いけないもんな。観葉植物入ってないか。鍵なんか手に入る方法ないよね、他にね。鍵、鍵、鍵、ナッシングで、ここ入れるってことは、あ、待って、車椅子。運転が苦手だったな。なんでここ入れないんだろう。あの、なんか鍵みたいなの落ちてんだけどね。もう一回こことか。これ読んだところでだよね、多分。うん、関係なし。電話かな。鍵穴があるんだよ。なぜここに鍵穴があるもう一回調べてけってこと。ペンキンさんなんか知らないですか？ダメか。あ！いや、気のせいなの？スコップあるよ。
観葉植物またあ、来た、よく見てないかも、盛り上がってる。あ、来た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 、そういうことで、ここに、はい、あ、3回の鍵ゲット、カルテのようなが、あ、読もう。うん、目指すものはなし、筋肉の縮小、骨に含まれるカルシウム低下による骨折、患者名、火星でよく見えない、といったところで今回はこの辺で終わりたいと思いますなんか、トイワッコさんが、でもなんか音楽を弾きたかったけど、病気か何かで弾けなくなって、死んでしまったんじゃないかみたいな、感じはしますね、これは。ね。で、クミちゃんとなんか関係があったのかわかんないけど、そんな気がする。といったところで、今日この辺で終わりましょう。ではまた。